誰だって維新を成したいんだ。知らない顔しても決意しちゃってる。雪の中進むドキドキだけど、気づいてくれなきゃダメなんだから。漁村や漁村の球場だとか、平和の体験戦説したいとか、毎日心を痛めてるのは戦人だから仕方ないじゃん。核心の地下でちょっと北に流される、怪文書だってやって、局長惨殺して悩める証拠は、あがて西様を見つめる。今週中が勝負なの。神子と乗りして、好きで好きでたまんなくて、あの景気をした。非関節の本尊だるまさんにナイフだって、朝昼晩一日中、あ君のこと考えています。想像だってしちゃいます。風速の神に負けない、収滅するから見ていてね。人に足したしいい感じかも、告知もなんだか調子いいかも。戒厳令下で騒がしいのは戦人だから仕方ないじゃん。裁判官の態度はやっぱ少し気にします。体験主義するたって赤子の市場なんだし、悩める証拠は、ああ行動を突き進む。振り向いてほしいだけなの。配信をさせてね、聞かせたくて弾けなくて、ああ泣いちゃうんだ。証拠の自決も賜ったって意味ないじゃん。ずっとずっと君だけだよ。ああそんなこと言うまでもないよ。匿名だってまだなのに、心の中には弱虫、いつかは一瞬をプレゼント。成仏なんかしないよと、ああ呪詛を吐いた。君に聞こえるようにチクチク胸が痛い。好きで好きでたまんなくて、ああ景気もした。非関節の本尊だるまさんにナイフだって、朝昼晩一日中、ああ君のこと考えています。想像だってしちゃいます。風速の神に負けない、終滅するから見ていてね。